妈妈，你痛不痛？500万你赔得起吗？把你卖了都不止500万。你在公司多久了？8年。你以为你在公司是老鸟就了不起了？我的白衬衫呢？怎么都不见了？我刚洗，还没干啦。刚洗？那我明天穿什么？你为什么不早一点洗嘞？家事都做不好，孩子也不会带，什么事都乱成一团。你加什么班啊？我不加班洗吗？房子、车子都要贷款，小孩子还要补习，家里吃的用的哪样不需要钱啊？光靠你赚哪够？你给我出去！你以为你公司是老鸟就了不起？不会赚啊？你这是你比较会赚啊？放纵干什么？今天让你看看我的厉害啊！你伟大啊！你对我有什么不满？说，是这个意思？那你是什么意思啊？啊？说，那你是什么意思啊？啊？说啊！今年もう一頭、動物界で話題になったのが山口県徳山動物園のマレーグマ、ツヨシ。なぜか悲しげな表情のツヨシ。悲劇はおやつの時間に起きた。ツヨシが食べようとした2つ目の餌をレイコが横取り。その時、あ、餌取られちゃったよ。どうして人の分まで取るかな。信じられない。飼育員が強しに投げても、ちょっと僕に投げてくれたんでしょ。本当思いやりの過酷もないんだから。もうすぐ強し、強し、レイコに負けるな。ファイト強し。